はい、ガッチャンです。あれ、これテイク2です。1回目ね、録画ボタンを忘れちゃったらしくて、んで、まあ、今日もエクササイズしていきますが、まあさっきね、途中スクワットね、15回終わったところで切れちゃったので、今度は、今日はね、スクワット2回しかやってませんけども、実は3回目だってことを理解してください。よし。で、今日はですね、今実際に私はね、モリンガのサプリを使ってダイエットをしてるんですが、まあさ、世の中いろんな健康っていうキーワードでいろんなものあるじゃないですか。はい。で、まあそれに関するまあ個人的な持論をちょっと今日はジャンピングしながら話していきたいなと思います。まあ2、3日後ぐらいね、同じ内容をちょっとブログにするかもしれないんですが、そう、まあ、どういうことかというとですね、まあモリンガもそうだし、近年さ、いろんな健康食品いっぱい出てくるじゃん、ぶっちゃけ。のにジュースが流行った頃もあったね。はい。のにがあったりとか、アロエもありましたね。アロエベラもあるし、まあ、ありとあらゆる健康食品が今、世の中にはいっぱいあります。はい。で、個人的な感想なんですけど、3回目。個人的な感想なんですけど、多分ね、どれもいい。そう。例えば、水素水。水素水が流行ってる。うん。そう。でも、その本質さえ見間違わなければ、まあ、どれもね、いいと思うんだよ。まあ、例えばさ、水素水だったらさ、水素水ってすごい水に溶けやすい。同時に水から逃げていくのも早い。まあそんなわけでですね、ペットボトルに売ってる水素水とかさ、缶缶に売ってる水素水、そう。まあ缶はわからんけど、ペットボトルに入ってるような水素水は、まあぶっちゃけさ、どんどん逃げていくわけです、水素が。そうすると、果たして本当に、の含有量がね、どれくらい水素水が入ってるかっていうのは、残ってるかっていうのはね、ほんと正直、わからん。そう。わからない。それだったら、浄水器でね、電子分解で作った水素水の方が、よっぽど水素水としての価値があると私は思ってます。はい。逆に、水素をね、直接体に取り入れるね、水素吸入器とかも今ありますんで、まあ、そういうの方がいいかもしれないし、水素はいいか悪いかっていう話になったら、まあ、それはいろんなね、いろんな YouTube とか見てみれば、まあ、それぞれ自分で判断つくんじゃないですかね。はい。ただね、そう、サプリもそうですけども、まずね、健康食品って、今日食べたから明日良くなるなんてもんは、ぶっちゃけ、稀です。はい。ありますよ。そう。極端に、今日飲んだから、今飲んだからどうなったっていうものありますよ。例えば、私が昨日ね、断崖絶壁から飛び降りるような気持ちで購入した CBD オイルなんかは、症状によってはね、一度飲んだだけとかね、一度塗ってみただけで、まあ、改善しました、したんじゃないのみたいな、改善したんじゃないのみたいな、動画とか、いっぱいありまして、はい、ある。そう。まあ、それはね、検索してもらえば、YouTube にね、特に海外の YouTube にいっぱいあるので、まあ、それ見ていただければいいと思うんですけども、そう。でも基本的にサプリとかって、まあ、
人間の体に入ってくるものって、食べたからって急にどうにかなるっていうものってないと思いません？そう、そう、例えばさ、経費吸収でもそうですよね。知らないね、心臓に病気持ってたりする知り合いがあんまりいないのでちょっとよくわかんないんですけども、心臓疾患で急な急な、なんだっけ、薬とかは今シールのやつがあるって聞くじゃないですか。シール、まあ、要は経費吸収の方が、経費からね吸収させた方が脳みよりも早いというものもいっぱいあります。はい、そういった中で食べるもの、サプリメントとか、まあ、それもとってもいいと思うんです。はい、アメリカのね病院だと薬を出すよりもサプリメントを勧めるっていうのが一般的みたいですしね。こう、日本人はきっとサプリメントについて、はい、薬かなんかと大きく勘違いしてるんじゃないですかね。サプリメントは食べ物ですからね。はい、そう、薬かなんかと勘違いしてる、まあね、そうさせてるのは病院だと思うんですけどね、私は。まあ、その中で、モリンガ、まあ、私はモリンガのサプリを使ってるんですけども、モリンガさ、ぶっちゃけ日本にもともとないものよ。そう。で、モリンガがいいのはわかる。わかる。で、昔ね、アロベラってすごい話題になった時があって、アロベラがいいのもわかる。そう。ノニがいいのもわかる。いろんなのあるよ。そう。そう、多分人間の体に必要な栄養素をいっぱい取り持ってるものは多分いっぱいあるんだよ。そうだとしたらさ、もっと身近なものにもいっぱいあるんじゃないかなって私思うわけ。まあそれで最近ね、ダイエットしながらなんだけど、乾物、煮干しとか切り干し大根とかに、切り干し大根とか、椎茸とか、乾燥椎茸とか、まあ、いろいろね、あるけど、昆布もそうだね。ね、すっごい乾物に興味があるんだよね。そう、乾物、まあ、食べても美味しい。まあ、確かに料理するのはちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいんだけど、そう、でも、そう、乾物の持ってる、エネルギーってもっともっと本当は素晴らしいものじゃないかななんて最近思ってます。同じように煮干しもそうだしさ、そう、ホッケとかね、あれだって乾物っちゃ乾物だよね。そう、ホッケは魚だけど、まあホッケの開きとかアジの開きとか、まあ乾物っちゃ乾物だしね。そう、そういった、まあ、乾物とか、あとは味噌とかね、納豆とか、まあ、発酵食品って日本にすごいいっぱいあるじゃん。多分世界中にいっぱいあると思うんだけどさ、そういうもののそういうものの、重要さとか可能性とかがもっともっと、そんな特定の人がじゃなきゃ買えないような、まあ、健康食品とかよりもそっちの方をしっかり取るってことの方がもしかしたら人にとっては大事なんじゃないかなっていうのを最近めっちゃ感じてます。はい、まあ、そんなわけでね、私の食生活は最近乾物だったりとか発酵食品だったりとかを中心に取っています。そう、まあ、逆にパンとか、まあマーガリンはね、国によってはマーガリンを製造販売して普通に買えるのはね、もう何か国もないらしくてもうね、もう有害物質の塊って言われてるぐらいマーガリンを邪険されてるんだけども、まあパンとかはまあ最近あんまり食べてないかな。うん、そう、あとうどん、まあ、小麦粉も最近あんまり食べてないね。なるべく取らないようにしてるかな。まあ、そういった中で、お、
普段ね、ものすごい高いお金を払わなければ買えないものではなく、ちょっとしたね、コツで、美味しく食べれるようなものって日本にいっぱいあると思うよ。豆腐もそうだしね、そう、私油揚げなんかもそうだと思うんだ。といったもので、無理のない、自分の身の丈に合ったダイエットっていうのは、ダイエットっていうか健康っていうのは重要なんじゃないかなっていうのを、ここ最近非常によく感じてます。まあ、何分飛んだか分かんないですけど、そんだけでようやく体が温まってきたので、まあ、今日はこの辺にしたいと思います。さあ、よいしょ、みんなそう、頑張ろうね。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるかっちゃんです。そんなわけでですね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただいた、いただけば、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そんなわけで、いつも全員ありがとうございます。ガッチャンでした。